どうも、一応です、今回も属性兵器オメガに来ております。今回はね、地属性パーティーで攻めます。編成はこちら、エナクロ、ウララ、皇帝、リノア、バニラでいきます。エナクロ、皇帝、リノアは覚醒持ち、はい、3枚の覚醒で攻めますので、まあ、ただただまあボコる動画になるんですけど、はい、力押しですね。まあ一応動画残しておきます。ちなみに皇帝はチェインを打った後に覚醒に入ります。バーストは持っていくけど多分使わない、はい、そんな感じですね。エナクロは、ゲージ貯めて超絶打ってすぐに覚醒に入る感じで、リノアはですね、一応ブレイブと覚醒持っていきますけど、覚醒に入って切れたらブレイブ打つって感じですかね。こちら地属性の覚醒なんですけど、これがまたちょっと癖があるというか、はい、アビリティバー作状態になってしまうということで、こちらで僕がね、行動を指定できないんですよね。まあ自動で、持っていったアビリティを使ってしまうと、はい、ランダムで使うらしいので、はい、この連続ストンジャーだけをセットしてます。はい、まあ待機時間なしで打ってくれるんで回転率は上がるとは思うんですが、2回発動しないし、まあ僕がねプレイヤーが操作できないので、使い勝手がいいのか悪いのかっていうところですね。でバニラはなんだっけ、祈りじゃねえや、怒りながら、全体回復していきます。こちらの超絶、はい、こちらの超絶で怒りながら全体を回復していくって感じですかね。他にもまあ状態異常バリア張ったり、まあ踏みとどまる入れたり、まあいろいろやります。はい、そんな感じですね。ただただ力押し、はい、で唯一僕星6魔石持ってるのがタイタンなんで、地属性はまあ攻めやすいっちゃ攻めやすいっすね。はい、行きましょう。はい、まずちょっとね手順をちょっと間違えないように、これ3戦目です。2戦目でクリアできたので動画にしようと思ってやってますけども、まずは星6戦技、その後は壁、もうここで、おっと待って、魔人の参加、ここでもう打っちゃってもいいけどな、打つか、ちょっと意味ないですけどね、これね意味ないんですけど、ちょっと早めに怒りでゲージ貯めていきたいんで、踏みとどまるもまあ一応入れたということで、よし、さあ行こう。はい、まあ覚醒3枚で攻めるんですけど30秒切りができないっていう、まあなんとも情けない、感じにはなりますね。はい、まあでも確実に倒すことが大事。魔石はまだ呼ばないです。 OK、 まあこんな感じで回復しながらバニラはゲージを貯める。OKOKOK、 早くチェインに入りたい、早くチェインに入りたいけど、はい、なんかオメガね、いろいろやってきますけど、基本的にも力押しで倒しちゃうんで虫ですね。本当はデバフでなんか上書きとかいろいろやればいいんでしょうけど、 OK、 エナクロはひたすらゲージを貯める、攻撃プログラム、はい、もう無視です、完全に無視です。踏みとどまるでなんとかします。ここ待ってね、皇帝は
ここちょっと魔石呼ぼうか。魔石呼んで、オッケー。このダメージもねバカにできませんからね。でリジェネガを入れとく。オッケー。よし、チェイン入るんでこっから攻めていきましょう。リノアはゲージが溜まったらすぐに覚醒に入りたい。このねカウンターがね嫌なんですよ。まあちょっと待ってればカウンターねしてこなくなるんだけど、覚醒とかに入っちゃうとなかなかね時間がもったいない感じがしちゃってね。なかなか難しいですよねその辺が。しかも追撃とかにもこのカウンターがね反応するんで、追撃の覚醒持ちのキャラクターなんかは一気にもう踏みとどまる剥がされで落ちてしまうっていうことにもなってしまうんで、なかなかちょっとね腹が立つというかなんというかですよね。 OK、よし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 、いいんじゃないですか今のところ。いきます、覚醒いきます。あーエナクロマ引っちゃったか。まだちょっとね3戦目なんでなんともちぐはぐな感じになるかもしれませんけどもね、最後までお付き合いいただければ嬉しいですね。最高か、これはガチャ待ての効果っすね。うらら、オッケー、ここ回復してやれ。オッケー。さあエナクロまだかな、もうちょっと出すな。オッケー、工程はもう入っちゃおうか、覚醒入っちゃおうか。状態上バリア張りたいっすね、ちょっと怖いんで状態上が。でも行動キャンセルとかもあったかな、どうだったかな。行動キャンセルでちょっと剥がされるのも嫌なんですよね状態上バリア。まあまあ一応貼っとくか。さあ行きましょう、ブレイクタイム、コーヒータイム。オッケー。さあまあリノアに関してはもうしばらくね覚醒切れるまで、操作しなくてもいいから、まあ楽っちゃ楽なんですけどね。最高、オッケー。一応状態上バリアを貼っときます。はい、ちょっと待って、ここはなしよと。ちょっとうららは待機。あー末席呼びたいね、呼ぶかここうららで。ナイス、オッケー。そうこうしてるうちに壁の張り替えもちょっと考えないといけない。ようやく半分ぐらいまで来たかな。 OK、 ねえほんと覚醒3枚覚醒3枚いるのにってね、ほんと僕の場合はねもうね3人いようがね2人だろうが3人だろうがあんまりタイム的に変わらない感じなんですよね。おーやばい、踏みとどは使ってない、使ってない、大丈夫だ。あーやばいな、工程チェイン貼るべきだったか、ゲージ溜まってたかな。
あ、ちょっとチェーン途切れそうな感じもしますね。オッケー、さあエナクロ頼むよ。スタンキャノン、うわ効く。えい、ただただボコる動画です。はい、これは弱体ですね。ちょっと途切れてしまうけど、チェインが途切れてしまうけど、まあしょうがないですね。オッケー、そこそこ入るんじゃないかなって感じしますけどね。これでもほらほらほら、そこそこ入りますね。オッケーオッケー、やっぱ召喚は強い。はい、オッケー。クダダはマギカルブムいくか。よいしょ、オッケー。さああとチェイン待ちです。皇帝のチェイン待ち。スタンキャノン、オッケー、大丈夫。これ多分麻痺とかだったはず、多分麻痺が怖くてね、あの状態上バリア張ったんですけど、よし、あーいいっすね、いいっすね。これで解除まで持っていけんじゃないか。やっぱいいですよね、強式レベル3まで行った時にね、召喚がだいぶ使える。召喚の覚醒が解除までは持っていけなかったか。 OK、 バニラちょっと待機、何があるかわからないから。わーっと、待てどうするどうする。超絶で回復しとくか。まあ、一応踏みとどもあるので、バニラは即時踏みとど、踏みとど使っちゃってからの方でもいいんだけど、まあまあまあいいでしょう。壁どうする、このままなしでいくか。壁いけそうですもんね。 OK、おい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 、甘々コーヒー、いやー強い。気まぐれクラッシュ強い、エナクロ強い。オッケー、通したかな。オッケー、よし。という具合で2属性目いけました。本当にもうただただぶん殴るだけ、サンドバック状態なんですけど、まあそれでもね35秒もかかっちゃう、ちょっとまあ動画にするのお恥ずかしいのかもしれないけども、まあでも僕の実力はこんなもんです。はい、まあ一応ね動画にしておきたいと思います。はい、よっしゃ2属性目ということで、じゃあ他の属性もまたチャレンジします。取れたら取ろうかなと思ってます。全部いけたとしても全属性アップは厳しいかなと思ってます。ちょっとどうなるかわからないけど、はい、まあアップできる分だけでもねアップしていきたいと思いますので、まあ興味がある方、お時間がある方だけでもねお付き合いいただければね嬉しいです。はい、そんな感じで、じゃあ今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。